ロバート・バーンヒル・ルーズベルトは、アメリカ合衆国の政治家、作家、ニューヨークで生まれた。父は、コーネリアス・ルーズベルト、母は、マーガレット・バーンヒル。三人の兄、サイラス、ジェームズ・アルフレッド・ルーズベルト、コーネリアス・ジュニア、さらに二人の弟セオドア・ルーズベルト・シニア、ウィリアムがいた。セオドア・ルーズベルト大統領の叔父、ファーストレディエレノア・ルーズベルトの大叔父にあたる。最初の妻、エリザベス・エリスの死後、愛人でアイルランド移民マリオン・テレサ・ミニー・オーシーと結婚した。ミニーとの子供は、実の子供であるが、継子として知られ、ミニーとの結婚式前に生まれていた。彼らは、父は、ロバート・フランシス・フォーテスキューであるとして、フォーテスキュー姓であった。エリザベスとの子供、ミニーの子供、法律を学び、1850年にニューヨーク州弁護士資格を取得し、ニューヨーク市で個人開業をした。南北戦争中、活動的民主党員であり、割り当て委員会、ザ・ロイヤル、ナショナルリーグ創設者であった。最初の政治経験はトウィードリングであり、最初はチャールズ・G・ハルプインとハルプインの4、5数年間、ニューヨークシチズンの編集を行った。コミッティー・オブ・70を創設し、改革クラブの副会長を務めた。第42回議会に民主党員として選出された。ハン・タマニー・ホール民主団体の圧力により、タマニー・ホールが指名を承認せざるを得なくなるも、その措置を非難し、後にタマニー・ホールの解体に尽力した。グロバー、クリーブランド大統領により、オランダ駐在大使に任命され、1888年から1890年まで務めた。1892年に民主党全国委員会出納係を務めた。ニューヨーク市会議員時代には、1879年から1882年までニューヨーク市及びブルックリン橋管財人を務めた。ニューヨーク市の火災保険や健康部門の確立に尽力した。釣り人かつ自然保護活動家でもあった。ゲームでの無差別虐殺を抑制するためにいくつかのクラブを組織した。おい、セオドア・ルーズベルトの自然保護活動は彼の影響と言われている。1867年にニューヨーク州漁業委員会を設立し、委員となり、1868年から1888年まで無給で務めた。彼が主導した委員会の報告書の影響で、他の州で同様の委員会が設立された。数年間、ザ・フィッシュカルチャー・アソシエーション、アン・アソシエーション・フォー・ザ・プロテクション・オブ・ゲーム、オブ・ザ・ニューヨーク・スポーツマン、S クラブ&オブザ・インターナショナル・アソシエーション・フォー・ザ・プロテクション・オブ・ゲームの会長、さらにアメリカ科学振興協会会員でもあった。会議員としてユナイテッド・ステーツ・フィッシュ・コミッション創設法案を提出した。オスカー・ワイルドなどの人気作家の友人だった。時々バーンウェルやイラゼルなどの偽名を使用した。著作、H.E. エディテッド・ポリティカル・ワークス・オブ・チャールズ・G.ハルプイン、サポライング、Aメモワー、1906年6月14日に、ニューヨーク州サフォーク郡セイブルで死亡し、ブルックリン区、グリーンウッド墓地に埋葬された。ありがとうございます。